はい、おはようございます。マッシャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。じゃあ、ポケモン一匹縛りプレイ、ポニータバージョン、やっていきます。よーし、ライバル戦からねー。でさー、ここのゴーストタイプ、どうすんの？やべーって思ったんだよ。思ったんだよ。我慢忘れさせちゃったからさ、この真似取りに行こっかなーって思ったんですが、ポニータさんがね、なんと39で炎の渦を覚えるので、覚えさせます。炎の残魔使わないってサーブも最初言ったんだけども、使いますね。いや、ていうか、記憶汚染でもないと無理なんで、炎の渦ね、覚えさせましょう。はい。まあ、尻尾振るも、いらんかな。いや、でも、この辺もいらんけど。炎の、うん。スピードスターいらんか。あ、短い間だったな。はい、炎の渦を覚えました。最強技ね。炎の渦ってほんと最強なんじゃない？このポケモン初代において、なかなかタイプ1の威力で移られたら無理なんじゃないかな。でも炎の渦どうしよっか。ほんとでもさ、キクコに勝てないんですよ。変わってみる。命中低いからね、言うて。強っ、急所か。これが最大5回続くってやばいけど。でも先制したら永遠だしね。あ、ははは。まあ、外れるんで普段は使わないっすね。はい。倒すんじゃない？はい、いいですね。急所、まあ。タイミングよくね、ここで39になってくれて助かりましたね。よし、OK。出したら、アニメーションそろそろ解放するか。もうストレスも軽減されたんでね。まあ、続けてやってはいるんですけど。未来が見えてる状態はほんと、いいね。はい。ということでね、飛ばそうと思ってた戦闘で、40レベルになりました。進化です。意外とギリギリの戦いっていうね。ポニタだてえな。ロバみたい。はい、ギャロップ。ギャロップはかっこいいっちゃかっこいいね。図鑑見ようか。はい。昨日はポケモンね。1.7 メートル95キロ。なるほど。一時期の俺の体型に近いな。まあ、82、3ぐらいやったんで、マックス。うん。とにかく走るのが大好きで、自分より速いものを見つけると全速力で追いかける。頭悪くない。ダチョウと一緒じゃん。なんだ、頭悪いんだ。まあでもそんぐらいね、夢中になれる好きなことっていいよね。うん。ないからな。ないんですよね、そう。すごい好きなこと。あ、まあ最近はその風俗ですけど。風俗が好きなわけじゃないんだよ。この子が、エイリアンみたい。ファミーのエイリアンみたいな顔してる。おかしくない？あれ、なんか。ちっちゃくない？体どうなってんの？あれおかしいよ絶対。かっこ悪いね、ギャロップって。てか普通にポニータの方がかっこよかったよ、後ろ姿。そっか、ちょっと期待してたのと違うな。あと炎の渦ありえないぐらい外れてさ、さっきの祈祷視線残りの HP10 だったと思うんですけど、めっちゃ外してナイトヘッドと混乱でめっちゃダメージ受けたんですよ。悪夢再来って感じ、今。よし、さすがにね。倒せよ、もうこれで。めんどくせえから。はい。あ、溶けた。オッケー、よかった。こんな苦戦するんだけど、炎の渦やっぱ弱いな。この炎の渦でキクコに勝とうと思ったら結構しんどいんだが。そっか。弱いんだ、ギャロップ。あ、これ、骨コンボやばいね。いや。まさかのね、回復アイテムなかったです。まあ、回復の薬あるんですけど、一発ぐらい耐えるかなって思って、そのまま来ちゃった。炎の渦で頑張る？一発耐えるの信じてのしかかりでいく？それとも、フィルムの狙いで踏みつけ。それです。あ、やばめ。あぶねえ。当たれば勝て、あ、ふははは。あぶねえ。負けるかと思った、普通に。あ、急所ね、ありがとうございます。
いやでもこれどの道だな、どの道次の武蔵小次郎に勝てないな。回復しようか。うん、はい、じゃあ回復の薬使ってね、武蔵小次郎挑みましょう。こういう時だけ全部一撃で倒すんだろうな。あーでもこっから進化してるからあれか、敵じゃないか。はい、ニャースね。こいつだけ進化させてもらえなくてかわいそうに、アニメの都合上。はい、いいね。ロケット団のマタドガスとアーボックとの別れの話いいよね。泣いちゃうもんあれ、今見たら多分完全に泣いちゃう。累戦って年々もろくなりません？めちゃくちゃアニメとかで泣くんですけど、あ、まあワンワン泣くわけじゃないですよ。鼻水ぐらいまで行くときあるけど、最近そういうのに出会わないな。よく言う泣けるアニメみたいな多分ほぼ見たはず。素早さ高いね。なんか思ってるより、あでもあれか、50で3桁いけばまあまあだから、全部3桁いきそう。いや、いかねえか。防御と特殊がやっぱ低いな。そしたらまあ、シルフカンパニー行こうかな。はい。はい、じゃあ、シルフカンパニーね、行きましょう。なかなか、ザクザクになってきたんじゃないの？これは。どうなの？はい、じゃあ、ライバルズ戦ね。マジでここで。ここは、ユアークの時苦戦したのか？でももう大丈夫。大丈夫だよね。いや、ちょっとね、やっぱもう、だいぶ時間押しちゃったんで、炎の渦使わせてもらいますね。有限不実行はね、俺よくあることなんで。まあ、ここでも炎の渦配備でいきたいね。うわ。外れすぎやしないかい。命中75とか ?70 ぐらい。まあ、そりゃそうだよ。弱っ。弱えな。え、ビビるぐらい弱くない？なんか。特殊低いとはいえね。やっぱもうあんま使わなくていいや。え、待って、なんか弱い。え？なんか弱いよ。どの攻撃しても全然与えない。どうしたらいいんだよ。なんか弱いな、こいつ。俺なんか想像して、ちょっと待って。お前いたな、そういえば。はい。いや、ちょっと想像してた能力と違う、この人。素早さだけや。ってことは、まあ、急所狙ってけって話か。確かに全部急所に当てれば全部倍になるわけだもんね。あ、1.5 倍だっけ？ひるませろ！急所で。あ、本当急所。ああ、ひるまない。あ、カラニコも。これどう？パルシェンとか怖えな。え、もう倒せねえんだ。ああ！炎の図やれば。ああ、でも思ったよりだ。思ったより受けないじゃん。よかった。あ、そっか、ユアークの残像があるからね、俺には。いや、ちょっと。4発でやめてね。えい。これで終われば全然いい。全然いいよ。OK。はい。優勝今じゃないんですよ。タイミング悪いんですよね。42。レアコイル。まあ、のしかかりでしょうね。のしかかりゲーだな。やったー、マヒ。電気ショック。特殊ちょっと低いのかな。でも弱点言うて水だけか。水岩地面か。ならまあそんなに。特殊低くてもね、困る場面はなさそうね。冬ユンゲラ、あ、これ、こん時だけ役立つな。もしかして夏目線だけすごい楽に勝てるんじゃない？小屋さん勝てんのかな、42で。あ、ブースターも、ああ、まあそうね。あ、麻痺。ビビれて動けない。ビビれて動けないブースターを踏みつける。地区ですね。麻痺とひるみを、かいくぐってきた。踏みつけあってもいいよな。むずいね。そのドリルを何と忘れさせるか悩んでますね、結構。どうしよっかな。自慢落つ、自慢落つ。自慢落つ。うん。最強になると決めたと。すごいな。こんな野望俺には無理だ。ああ。
でもさ、最近はさ、お金欲しいんですよ。なんかもうずっとさ、別にいらなかったんですけど、まあ普通に生きていけるぐらいあれば、まあ普通って人によって違うけどね。まあまあまあ普通にね、1日どんぐらいだろう、ご飯2000円ぐらい、2000円じゃ多い、1000円ぐらいは使いたいな。でもあれしないんで、自炊しないんでね。最近はそんな使ってないけどね。で、まあ家があって、寝る場所があってみたいな、まあ、たまんの外食ぐらいは別に気兼ねなくいけるぐらいのね、お金あればいいなって思ってたんですが、推しができちゃったんでね。そう、お金欲しくなったんですよ。あれ、まあ、副業みたいのをさ、まあ、2つぐらい元からやってるんですけど、まあ、やってもやんなくてもいい感じのやつね、まあ、やればやるだけいいみたいな。まあちょっとね、今やろうか悩んでるんですよね、本腰入れて。まあもちろん全部貢ぐお金になるんですけど、それが。いや、本当はさ、あれ、なんか新しいのやりたいなって思ったんですけど、まあ、でも新しいのやろっかな、なんか。もともとさ、その副業もさ、彼女いたとき、まあ同棲してたとき、もうちょっとお金欲しいなって思ってやってたんですよ。で、その猫とさ、彼女出てってから、まあ別に一人だったら、何もね、別に。普通に今働いてるとこで給料で十分だったんで、のほほんと生きてたんですけど、やっぱな、貢ぎ合えているとな、足りないよね。もう20-30万ぐらい稼いで全部貢ぎたいもん。まあ、20-30万と言わず、稼げるだけ稼いで全部入れたい、あげたい。自分では使わないもんね。お金ってあったら嬉しいけど、別になんかいざあっても使わないよ、こんな。なんか今勝手にみんなと共有しようと思ったけど、自分が趣味がないだけのことに今気づいたわ。趣味とかね、家族とかね、まあ、友達も入れば使うか。で、趣味も友達も家族、彼女もいないからな。あ、家族はいるか、肉親はいるけど、まあ、そこにすごいお金使うかって言われたらそうでもないもん。まあそんな感じでね、今なんか必要としてます、推しのために。いや、ほんとさ、なんか貢ぎ癖みたいになるんですよね、昔から。よくないよね、多分。まあ結局そう、なんか利用される派、利用されるタイプになっちゃうんですけど、そんで。まあでもそれ分かってやってるからいいんですよね、別に。みんなあれですよ。もし俺みたいな人がいたら、なんかあれですからね。貢いでる相手は大体利用してるから気をつけてくださいね。大体ね。まあ、わかんないけど。ほら。やっぱさ、若い男の人も見てくれてるんでね。女の人はね、嘘つき多いよ。さすがに偏見かな。でも男の人より嘘ついてるイメージあるんだけど、俺。夏目はそんなことないよね。はい。どう？だからさ、男の方が嘘バレると思うんだよね。嘘つくの慣れてないから。女の人はみんな女優って言うもんね。女の人の嘘も結構簡単にわかるけどな。明らかに普段と挙動変わるもん、ね、言動とか声質とかね。そう、気づ
づいちゃう、そういうの気づけちゃう派です。俺そういえばさ、すごい技術があるんですけど、あれ行ったことあるっけな。まあ言うて、まあ飲食店でまあ接客してるんで、まあ人のことよく見、よう見るんですよ。だから何気に先生取るんじゃないじゃん。まあそうか。で、さらにね、俺の尊敬してる人が、女の子の微妙なね、変化によく気づく人だったから、あ、見習おうってなったんですよ。まあでもその人はめちゃくちゃイケメンだからいいんですけど、まあ、ネイルとかね、髪型とか、まあ気づくじゃないですか。まあそういうのは気づいて当たり前でね、なんか、カラコンとかね、気づくようになったんですよね。はい、じゃあ、関地区ジムね。そうなんですよ。カラコンをね、チャカラ、まあ、カラコンぐらい気づくか。いや、でもどうなんだろう。一回さ、まあ、なんかバイトの子の気づいたら、怖って言われました。怖って。なんか、こんなに、この人のことをすごい気にしてるみたいになっちゃって。こんなことないのに。見たらわかるから言っただけなのに。気づいたら嬉しいっていうのは、相手によるんですよ。と。これね、これほんと、真理これが。悲しいですよね。何でもかんでも気づけばいいってもんじゃないんですよ。これ前にも結構言ったことあるんですけど、人間じゃないわ、男か、女から見た時の男の点数付けするときに、顔が0点でも性格が100点なら大丈夫だよって、友達、俺のね、顔のとても悪い友達が言っているんですけど、言ってたんですけど、それを女の人に話したら、ここは足し算じゃなくて掛け算になるから、顔が0点だともう0点だよって言われました。悲しかったです。つまり両方が高水準じゃないと高得点取れないってことです。悲しい世界ですね。掛け算っていうのがなかなかえぐいよな。何の話だっけ。嘘の話からでしたよね、確か。はい、はい。そうなんだよね。あれか、嘘の話っていうか、俺が利用される側の人間ってところからか。これ嘘つかないんですよね、ほとんど。まあ、つくときありますけど、全然。なんか、つく意味ないなって思って。あれですね。結構、濁していったりもしないですよね、ほぼ。なんか、あれ。例えば、なんだろう。近くにいる人が臭かったら臭いって言っちゃうし。まあさ、なんか濁して言う場合あるじゃないですか。まあ言わないよね。それは嘘じゃないのか。優しい気遣い。逆に優しくないと思うんだよね。臭いものは臭いって言った方がいいよね。でもやっぱさ、臭いってさ、人に言いづらいじゃないですか。だから最近、あ、違うわ、最近というか夏場の時か、もう汗やばかったんで、みんなが。だからアルバイトのことね、お互い臭かったらちゃんと言い合おうっていう同盟を組みましたよ。あ、さすがに男のことね。女の子とやったらやばいね。気づくといえばさ、俺体重の増減も結構気づくんですよね。だから、そういう時、女の子にも全然、何キロくらい、ね、痩せたって言うんですけど、太ってたら、ちゃんと、あ、太ったねって言う。あ、そうするとね、あれなんですよ。
あ、本当に最近何キロ痩せたんですよねとか、最近何キロ太ったんですよって言わないでくださいって怒られますね。うん、こういうのはデリカシーがないっていうんですかね。まあ、分かってやってるんでね。まあ、こんな感じです。全然閉まんなかったけど。はい、じゃあね、グレンジム行きましょう。大丈夫かな？まあまあまあ、真のギャロップ使いをね、決める戦いが始まりますね。まあ、ギャロップに突進なんか覚えさせてる場合じゃないんですよ。うん。まあ、新技をゲットしてね、やってきました。あ、これ大文字手に入んのか。ゲンガー戦大文字でいいね。うん。炎の渦はさすがにね、やめといた方がいいよね。カンナ戦怖いけど。こういうこと言って後悔することになるかもな。行きましょう。はい、これです。まあまあまあ、まだじゃない。今じゃないね。ギャロップ戦で使ってやろう。なんで火炎放射覚えねえんだろう。この子2個しか火の技覚えないよ。だってギャロップね、見せつけてやりましょうよ。ほら当たっちゃった。よし、来た。こういうことなんだよな。まあ結局こっからはね、角ドリルゲーになるんで、まあ岩くんの時と一緒っすね。まあやっぱ弱いポケモン。やったー。今日は運が良さそうですね。まあ弱いポケモンっていうのは、こういう一発逆転の技がないとね、当てないんで。まあ今後も一撃必殺はね、まあ言うて命中3割なんでね、使わせてもらいますね。まあ、やっぱ炎の渦とか、でも、よりマシだよね。いや、俺だって別に、一撃必殺使わないでもね、炎の渦でちょっとずつダメージ与えれば勝てたよ。でもそんなのさ、お互い疲れちゃうもんね。やってる側も見てる側もね。なんで、榊もこれでほふります。はい。じゃあね、トキアジム。一気にまくってきたな、時間。急激に早いわ。このタイプさ、困るんだよね、結構。うん。動画の尺的には。だってもうなんか、前回とか2時間ぐらいかかったのに、もう、1時間経ってないからね。これどうしよっか。まあ、角ドリル、まあ、ポケセンもどんどんもめんどくさいんで。だってこの大文字に変えるかも。炎の渦。大文字もさ、いざとなったら火傷を忘れられるから、この、岩タイプ系にはいいよ。やべ。冷静にカンナ大丈夫かな。カンナ大丈夫なのか。いやでも、あれか。こいつの覚えてる技的にさ、麻痺もさせられるし、あ、ひるみもさせられるし、悲劇もあるからね。ってなってきたらやっぱ炎の渦はずるいからやめときましょう。ちょっとこの戦闘終わったら、忘れさせますね。なんかでも泥試合だな。一撃必殺使ってもよかったけど。うん、ほらやっぱこの動作こうなるからな。間延びするんだよね、だいぶ。だるい。これちょっと気短いからね。はい、待てないんで。そう、待つの好きじゃないんだよな。初ぐらいなら待たない場所行きたいってなっちゃう。行列とか見るとね。はい、ということで回復させて大文字に変えました。そうなんですよね。なんか30分並んですげえうまいもん食うなら、並ばないで普通の店行きたい。うん。まあそういうところがモテないんでしょうね。うん、わかる。すごいわかる。そういうところだな。いやでも待てないな俺。別に例えばさ、例えばがむずいな。並ぶ店だったら行かなかったからな。まあでも相手が行きたいって言えば、まあ、いやでも態度に出てたんだろうな。そうなんですよ。まあ嫌なんです俺、待つの。そうなんだな。
だからさ、このポニータの時もさ、このずっと勝てないのかなりストレスなんですよ。だから花田のライバル戦はマジでストレスの負荷がすごかったですね。こんなんでよく縛りプレイなんかやってんなって思うけど。まあでもさ、正直このポケモンをただ一匹でクリアするってそんな大した縛りじゃないで、やれてるから、まあ、まあまあまあ。まあまあまあって感じ。高木さんね、一発で終わらしちゃいましょう、もう。スムーズな時はスムーズでいいんだから。やっちゃうよ。ポケ戦も行ってないもん。ダグトリオからか。ダグトリオは普通に殴って倒そう。腰掛かりで十分でしょう、こいつは。2発でいける。あ、オッケー、ほら、エフェクトガードで援護射撃。ありがたい。天才です。で、ペルシアン。行こうか。いやー。踏みつけだな。いるんだらラッキー。あー、残念。いや、どうしよう。踏みつけのしかかるで落とせると思ってた。あー、外した。マジかよ。あー、うざい。これはうざいぞ。うわー、やばい。3回もやんの？初代において影分身3回ってやばくないか。いや、相手が外すんかい。クソ泥試合が始まってしまった。いや、2発で落とされる。やばい。いや、もうやるしかない。よし、落とせ。あ、無理。あ、負けちゃう。負けちゃうよ、これ。回復、いや、回復しようかな。一発で終わろう。まだやんの？なんなんの、こいつ。腰掛かり、やばすぎ。これはやばいって、さすがに。え？6積みしてきた。6積みしてきました、こいつ。あ、やった、危ねえ。危なかった。またストレスかかっちゃうよ。51っていい数字だよな。こっからどうしよう。じゃあ大文字しかないな、もう。くらえ。特防の特殊の方が低いよね、さすがに防御より。あ、自信忘れてた。これちょっと炎の図忘れたの、ちょっとやばくない？ダメだったんじゃない？やばいぞ。あ、ひるまない。負けたー、どうしよう。よーし、よっか。いやー、いろいろミスっている、これは。はい、ということでね、佐賀棋戦2戦目、これいろいろミスってるね。炎の渦ないのもやばいし、鳴き声も忘れさせちゃったんで。どうしよう。あと踏みつけが思った以上にダメージを与えない。のしかかり麻痺か。まあいろいろパターンはあるんですよ。勝ち筋なくはないんで。まあでも、ただあれなんだよな。ああちょっと悩ましいな。あー、危ない。それ食らったら終わりだね。あー、ここで急所に当ててしまったらもう選択肢1個しかないんだよな、俺。3連続で角ドリルを当てる。あ、はい。いやー、やばい、これ長い戦い始まる。マジか。こっかー、ここやっぱダメだったな、忘れさせたら。はい、ということでね、諦めませんよ。俺のプラン話しますね。まあ、まずダグトリオとペルシアンまではご利用し、のしかかりご利用し、エフェクトガード使ってくれたらラッキーぐらいで。よし、オッケー。で、ニドクイーンは、地震耐える HP を保ちながら行って、初手は大文字。うん。初手大文字で、やけどしたらラッキー。やけどしなかったらドンマイ。で、2発で大文字落とすんで、ニドクイーンは落とせる。当たればね。そしたらもうあれだね、このパターンの場合は角ドリル2発当てるしかない。やばない。で、ニドクイーンが火傷した場合はニドキングも同じ手で勝てる。で、問題はサイド角ドリルを当てる。それでいける、勝てる。それで火傷しろ。まず火傷すればもう大幅な可能性アップ。
前は大幅な可能性アップ。これ大丈夫でしょ。これで受けるダメージによるけど、いや思ったより受けんな。ダメじゃん、ダメだったよ。え、どうしよう、思ったより受けちゃった。じゃあ大文字急所、大文字急所とさ、大文字やけどだったら角ドリルとどっちが高いんだ。はい、あー、オッケー、やれ。2回もチャンスあったのに。てか大文字で勝ててたじゃん。いや、エフェクトガードの可能性あるからやっぱ大文字の方がいいのか。やけどもあるし、急所かい。ミドキングまでは大文字連発しましょう。はい、行きます、やります、やってやります。さあ、来た、いける気がする。来ましたね、神のお告げ。霞の時もあったけど、ほら来た、痺れるよ多分。あ、全然だったな。いや違うわ、これは俺がそう予想しただけだから。神のお告げ的に今回は勝てる。でもこれ切り裂くやられたら負けんな。いや多分乱れ引っかきか影分身でしょう。うん、そういうことで、ひるむじゃん。あ、回復する。うん、言ってることが何一つ当たんないね。まあそりゃそう、そりゃそうで。ほら来た、ほら神のお次来たんだから。アーメンダーメン。例えば最近下ネタ言ってねえなーって思って、なんか口に出ちゃった。馬並って名前見えたし。ほら来た、ほらだから言ってる。あ、これはいや大文字か、いや大文字当てにくいなーって思ってのしかかりと悩んだんだけど、そうだよね、エフェクトガードあるもんね。本当に勝っちゃうよこれ、当てろよ。いやーどっちが良かったんだ今。一撃殺と大文字、急所でもいい。あ、急所でもいい。やってやれる、これは勝つだろう。やりますよ、強いな攻撃力意外と。これどうしたらいい、大文字打っとく一応。いらない、あえ、どの道大文字2発ないと倒せないもんね。どんぐらい受けんだろう。いやーやっぱ無理か。え、一発、一発じゃん、サイドの一発勝負か、マジか。はい、行きます。さっき神の次あったんだけどな、勘違いやったか。レベルだけどんどん上がっていくからな。まあしょうがないね。急所、急所出ないな。あ、さっき出たわ。あ、オッケーオッケーオッケー。まあでもさっきと同じパターンでいけば勝てるんで、シンプルにね、シンプルに行こう。結局シンプルが最強、王道が最強、一番強い。それがこういう風にできている。ああ、はい、影分身一発ごときで納得できないよ。押しかかるだけなんだから勝てようよ。長いし、ちょっとちゃんと5発受けるんじゃん。ああつまらんねー、許すまじ。あー、つまんない、始まんのかまた。また始まんのか、ないと思ってたな今回、今回ないと思ってたんだよ俺。はい、いやいやでもまあ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 、でもこれはあのさ、カナダの渡るじゃないわ、ライバル戦の時はさ、一番嫌だったのが戦闘のポケモンにもね勝てない可能性があったんですよ。まあ、だからレベルが上がんないんで勝てる見込みがね全然上がんなかったのが辛かった。でも今回は普通に倒せるんで、まあいずれはね余裕になるでしょう。まあその前にできれば倒したい。てか角ドリル3連続で外してるからな。まあそりゃそうだよな、さっき2連続で当てたもんね、その前にカツラ戦でね。あんなとこで運使うんじゃなかったな。はい、とりあえず二度クイーン急所でいいんだよ。ああ、やけどもしないか、そっか。
このパターンだとさ、でもエフェクトガード使うまで回復するのはありだ。まあいっか。いや、ニドキングがエフェクトガード使うか、高速移動、馬並みの高速移動は卑猥すぎるな。はい、卑猥すぎて無理です。いや、そうか、急所か、やけどでもダメか。急所かエフェクトガード、やれやれ。残念。まあエフェクトガードと援護があるんで、それでいけるんでしょう。頑張ろう。はい、全然いけるとか。そろそろダグトリオ一撃になっちゃうんじゃないの。あと2レベルぐらいしたらダグトリオ一撃でほふれると思うんだけど、まあ、突進に変えるっていうのもありだけどな。ああ残念。はい、エフェクトガードね、そういうことですよ。これがありがたい。ほんでペルシア、はい、いいよ。ペルシアンも確認になってくれるとありがたいんだけどな。なってるかな。やれ、いいね、これはいいな。あとはこっからですよね。まあ、大文字が当たんないっていう悲惨な可能性もあるからな。あ、ラッキー。あ、じゃあこれニドキング、あ、これチャンス来ました、ようやく。結構長かったな。もっと簡単にチャンス来ると思ったのに。で、57。136は耐えるよね。よし、当てていく。急所でもいいよ。全然急所でもいいよ。あ、オッケーオッケーオッケー。これでも別にあんま意味ないな。どうせ、サイドの一撃だったもんね。レベル上がったから HP 回復しとく？ありっちゃあり。あ、オッケー、ナイスエフェクトカード。さすがにのしかかりで落ちるよね。はい、オッケー。来ました。これワンチャン一回耐えないかな。岩なだれしてきてくれれば耐えるかもしれないんで。HP は高い方がいい。でも俺は関係ない。乱数調整しよう。今です。あ、やれー、うわー、ちょっと走りすぎだよ。何してんだよ。絶対当たると思った、2回目。当たんない乱数調整しちゃった。え、耐えないの？え？サイドンの急所？ふざけてんな。はあ、サイドンの急所だって。あのタイミングで起きるかね。わざわざ HP 満タンにしてさ。嫌になっちゃうよ。嫌になっちゃえ。ああ。この地震も嫌になっちゃうよ、俺。ラグトリオはおとなしくやられてほしいな。急所も出そうで怖いし、ね、今じゃないのよ、急所は。違うのよ。まあ、出ないよりいいか。はい。2回？素晴らしい。はい、じゃあエフェクトガード使ってくれたんでね、ありがたく倒しましょう。今ウトウトしてて見てなかったわ、音で気づいた。ちょっと眠くなってきちゃった。これさ、一匹縛りプレイで勝てない敵いると眠くなるんですよね。やったぜ、これはニドキングサイドンチャンスを得られた。サイドンもさすがにもう当たるでしょ、スノドリル。確率ひどいよ今。え、持っとけばよかったわ。当たってない回数。かなり3割は切ってんだって。うわ、すごい。どうするこれ。大文字でもいいっちゃいいんだけど。いや、でも、いや、ここまで来たらないか。はい。ですよねー。そりゃそう。やってやったぜ。クソが。クソ岩が。クソ岩怪獣が。時間かけさせやがって。結局20分くらいやってんじゃん。まあそんなもんですよね。順調に進んでると思ったら意外とね、ことは変わってないっていう感じあるよね。あ、疲れた。よし、まあとりあえず倒せてよかったっすね。今回はね、この辺りで終わろうと思いますよ。で、次回、四天王ね、まあカンナがまだいるんであれだな。わかんないね。苦戦するかもね。まあそんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。
コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。